だって髪の毛がさ、マジやばい。大丈夫。なんかさっき切ったんですか、こうやって切ったんですか。OK 、うん、Hi everyone, my name is Mayuko。 皆さんこんにちは、まゆこです。っていうかこんばんは。実は今夜の11時です。眠い。今夜は何すんの今日。私の特技を披露します。じゃーん、これは何だか分かりますでしょうか。トランプカード。なんか酔っ払ってるみたいな。お酒は飲んでません。お酒飲んだら飲酒禁止だ。飲酒みたいになるんだよね。これはダダ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 タロットカードです。実はタロットカードができます。すごくないそれ。適当なんですけど。ということで今日はシュリーを暴いていきたいと思います。 Are you ready?あの、包み隠さず生きてるからさ。だから大丈夫だと思うんだけど、OK! じゃあ燃やしてこ、燃やしてこ。ちょっと浄化。燃やしてこ、燃やして。じゃあ、行きます。じゃあ、何を…何についてそう、それじゃ自分じゃん。じゃあ人生について。で、広広いね、広いね。広いですけど。じゃあ、キャリア、じゃあキャリア。キャリアの何が知りたい。5年後のキャリア。あのタロットカードは結構短いスパンを見るものでして。あ、じゃあ2年後。それも長いんだな。ちょっとっもうちょっとルール説明してもらわないと。これ編集難しいな。うん、ちゃんとカットしていかないとやらかすと込むよ。ね、むずいよね。まあいいや、編集だ、それも。なんかタロットカードについて説明ちょっとしといたら。そうだね。うん、今全部カットできるでしょ。そうだね。もう昔はタロットカードってあの、まあ、本当か嘘かは信じるか信じないかはあなた次第なんですけど、戦略を立てる時に使ってたらしくて、じゃあこれで、じゃあ例えば、まあ、国まではいくか分かんないけど、こう国滅ぼす時に、滅ぼす時なのかな。あのすごいね、こう具体的な答えが出るんですよ、タロットって。なのでちょっとぶっちゃけっていうか怖いことも出ます。なんかこう、ただ私はミスポジティブなので、ミスポジティブなので、アゴ出る出るみたいな。あ、よかしら、ちょっと痩せてみるみたいな。なのでネガティブなことが出ても、じゃあそれを乗り越えるにはどうすればいいかっていうのも、こうあのアドバイスみたいな感じで私は伝えます。人にやるときは。じゃないと占いとか、まあ、占いとかそういうタロットとかって、なんか私はネガティブにさせるためにやってないし、占いはエンターテインメントって思ってるから。なるほどね。だからハッピーにならないとやっても意味がないし、とらわれちゃうのはすごく嫌なので、なのでやるときは結構ポジティブになるまでやります。っていうかもう、うん、そのためにやってる。ポジティブにどん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 やっていくって感じね。そうそうそう。あの未来ってすっごいやっぱ変わりやすくて、一個の選択でいっぱいこうね、あの変わりやすいって言われてて、なので結構タロットは短いスパンで見るのが向いてるって聞きました。じゃあ僕の人生を占ってください。え、じゃあ分かった。分かりました。分かった。短くないんですけどみたいな。じゃあ僕のシチュエーション的にオーストラリアにいるタイプだよね、うん、でももしかしたらタイプっていうか、そのジャンル的にも、うん、あのそのまま行けばなあなあと過ごしていればそうなるやつだよね、うん、システム的に、うん、何のシステム。あ、まあそうね、流れに乗るとね、まあ、流れに乗るとね。もし日本に行ったとし、でもね、うん、僕らの選択肢に日本行く選択肢はないから、スタートする意味はないということで、ちょっと他のはい、やめるかやめないか、うん、続けたらこうなる。 OK、 やろう。やろう。じゃあ今ね、あのハイアーグランド2年働いてるんだけど、やろう、やってみよう。じゃあちょっとやってみます。いいよ。じゃあいくよ。ちょっと集中ね。キャリア占い、キャリア占い、集中。燃やしてこ、燃やしてこ。よし、真剣モードね。はい、スイッチオン。え、シャラ、OK。 ちょっと待って。
集中してみ真剣に。はいはい、分かった分かった。なんかさ、うん、なんかこういう神経衰弱とかこんな感じだったよ。確かに確かに。ごめん、本当に占い無知だから、もう本当に自分の価値観で押し付けてるけど、ごめん。神経衰弱今からしますみたいな状況を今始まって、うん、でもやっぱね、めっちゃ面白い。私ね、大好き。もう面白い。面白い。もう楽しんでる今。パラ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 。違うわ。ちょっとマジシャンではないんだよね。マジシャンではない。ちょっと教えてもらったんだけど。はい。まあでも当たる。え、トリックとかないよね。あんのかな。え、あ、ないないみたいだわ。この言い方あんのかなとか言ってるし。トリックはないみたいですね。なんかこう自分の感覚でやってるけど当たってるってみんなに言われるから。すごい。当たってると思ってますって感じかな。まあ、ゆるいよね。まあでもね、2020年って本当にさ、みんな人生狂ってるよね。まあね、でもみんな考えさせられる時なんだよ。なるほど。スピリチュアル的には結構スピってます。怖く打って。なんかこういうさ、喋んなって感じ今。いいよ別に。なんかこういう占い時って、なんかこうアクセサリーつけといたらかっこよくない？1個しかないんですって思うよね。って思うよね。昔のピアスしてたの。でもなんか耳たぶが ちょっとうるさい。ちょっとうるさい。ちょっと集中失礼しました。私これとテントウムシみたい。かわいいでしょ。まあね、これだ。 OK、 じゃあ開いていきます。 OK、 うん。じゃあもしハイヤーで働くと、じゃあ、やめたわいね。ちょっとリアクションがよくわからないでございます。ちょっとカード見せてあげるよって感じで、ちょっと、うん、見せてあげる。じゃあこっちが、ハイヤーで働き続けた場合どうなるか、でこっちが辞めた場合はどうなるかっていうふうに占ってます。結果ね、なんかどっちもどっちなんだよね、正直。やっぱ2020年ってそういうことだよね。まあ、どこにいても一緒なんだよって、お前って感じだよね。一番スピってるかもよ。Oh my god. Oh my god. でもなんかさ、ゲイの方ってさ、スピってる方多そう。加藤。ちょっと待って。真面目にして前。え、真面目だよ。もし、うん、ハイアグラウンドで働いた場合、何かこう、お世話になっても、うん、なんか負けないっていうか、乗り越えられるっていうか、乗り越えられるっていう感じ。で、それでも素晴らしい集まりではあって、これそれもそのファイナルビザとしてもね、必ず成長できるのね。メイクセンス。メイクセンス。ただ、うん、なんかその先って、ちょっとなんか食べないときもあるし、うん、ちょっと適当だったりとか、まあいいだね、そうだよ、もっと本当はちぎれた方がいいけど、必ずまでいかないけど、うん、結構適当な感じになりやすい。うん、でも、それが結構返ってきちゃったりする、自分に。うん、あとは、なんか東京をパッて、パッて出たりとか、パッて入ってくるっていうか、何が起きるかとか、何が起きるかとか、自分でこういうことできるみたいな、うん、ね。結構ね、早いの頃と、ある意味なんかチャレンジングなことが起こるかも。成長はするかなって感じ、うん、まだ残ったとしたらね。なるほどね。うん。じゃあ、うん、ハイヤーを抜けた場合、うん、抜けた場合ね、まず、うん、このね、痛そうなカードが出てるんですよ。やだ、怖いんですけど。心臓に刺さってる。3個重ねが刺さってるの。まあ、死なないけどね、そう簡単に。これは結構心が荒れる模様です。やめたら心が荒れる。やだ。浮いたし、荒れる模様です。荒れるんですか。え、じゃあ結構ストレス、ストレスみたいな。なんかね、結構ね、うん、例えばね、暗闇に入ってたらそうできないみたいな、なんか手術ですよ、これ。だって割とメンタル的に弱ってるか、もう泣きたいとか辛いみたいな、結構苦しい感じ。泣きたい感じ、これね、とか悪魔だからね。デビル、デビルはやばいよね。タラララタラララタラララララがよぎる。プラダだ、プラダがよぎるよ。なんだっけあれ、本名。プラダ、ミランダ。デビオ。デビオ、あ、デビオ。ウェア、ウェア、プラダ。デビオズウェアリングプラダ。デビオズウェアリングプラダ。プラダ。うん。もうやばい、夜な夜なタロットっていい感じだね。ゆるいね。これ、こういうのサブちゃんだよ、どう考えても。だよね。これサブちゃんにするでしょ。しないよ。ゆるい。なんかこれ、飲酒らしいの。そう、飲酒。だから、うちら、あれなの、酒入ってないから、結構、すごいレベル高いと。これ、そっちのタロットの方にやる？え？あ、ちょっと続けて続けて。なんか悪魔らしいの、この辺。悪魔の前は、鳳凰のカードの裏が出て。フェニックスじゃん。それってすごいことだよね。鳳凰っていう、その鳳凰じゃないよ。あ、てるりーん。どの方も？法律の方に王様の王です。やだ、俺砂漠系無理だからさ。わ
こう一回これで結構傷つくんだけど、うんうんうん、これで常識があるとか結構自分の思いに挽回する感じ、挽回するかもね。ただただ隠れてこう常識を忘れるってことは人に渡される可能性はっていうか、本当はもっと自分のこう心の思いに行きたいけどそれがこうできないとか、その自分をこう受けられないっていう今までの価値観との葛藤しちゃうかもしれない、うん、法律もあとこう自由にしたいんだけど地元のこう独立性でいきたいんだけど肩にはまっちゃったりとか、こう調べてこっちに行ったら自分が今までこう思っていた信念を反するような選択、うん、安定したところとか守られている状況からこう抜けるっていう感覚が強いかな。でちょっと険しい道かもしれない。最後のこの悪魔が怖いんだけど、なんかこうね、もうね、お帰りなさい、自己負荷からよく帰ってきましたねみたいな感覚なんだよね。まあね、だからどん底は何回も落ちたしね。一回これですっごい、あ、後悔したりとか辞めて、あ、仕事見つかんないみたいな、もしかしたらなって、うんうんうん、結構チーンってなるんだけど、その後私に言ったりとか、この神様っていうか今までこう縛られたところから抜けられるから、こうちょっと解放される感覚はあるかな。最後のこのカードが気になる、うん、ラスボス感出てるキノコ、何これ、違うわ、これが総合結果です。総合結果、総合結果はあなたにはめっちゃ選択肢があるよっていうカードなんだけど、確かに見えるそれ。でもなんかこうこれからどうするかみたいな、今までどんなところにいるもよし、新しいところに行くもよし、目めっちゃかわいい、くんすな、くんすな、これつくよね、なるほど、これつくよ、ね、そうだから、うん、こうどっちに行くにも結構良かったりして、あ、目が痛い今度、え、でやる気ある、なんか現実にこう新しい道を開拓しようと行動するもいいし、うん、あとはそのまま今の場所で何か新しいことを挑戦したりとか、その中でも新しいことがあるっていう感じは、うん、別にもう何切った感じはしないかなって感じ、早いのが切った感じはしなくて、とりあえず今自分の本当の望みを極めるにもちょっと頭を整理する時間が必要かなって感じ、うん、迷っちゃってこんなに違うから、迷っちゃって決められないっていうのもあるかもしれなくて、まあでも正直、うん、今は迷ってるけど、うん、今その、まあ、今のその状況もあるし、うん、だから辞めることはできないよね、うんうんうん、仕事も多分今ないでしょ、みんなそんな職なんて探してる人はいるけど、うんうん、やっぱりなかなか見つかんないし、うんうんうん、だから多分今の選択肢だったら僕は残るを選択しようかなって感じ、うんうんうん、からこのカードバイバイって感じ、うんうん、ってわけで私のタロットで主人が決めたのは残るでした。はい、でもさ、分かった分かった、どう、なるほど、面白いでしょ、面白い、でもいいのっていう感じで、私はタロットカードとかちょっとあのスピリチュアルのことも勉強してるので、今後はそういうのもシェアしていけたらなって思ってます。でもなんかこのカードさ、遊戯王カードよりも大きいよね。いや、まあね、遊戯王カードとかまだ半分でしょ、もっと小さいよ。っていうことで、ちょっと他のなんかあれも見たい、ということで、はい、夜な夜なタロットカードめっちゃ緩かったけど、めっちゃむずいねこれ編集、うん、頑張れ。じゃあこんな感じで、夜の夜のタロットでした。めっちゃ緩くてごめんなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。でもあのこんな感じでやってます。なんか悩みがあったら言ってくださいということで、いやこれめっちゃないね。 See you guys! バイバイ。 Thank you for watching my video. バイ。カメラがわかんないし、緩いかもね。これやばいね、ちょっと緩すぎだね。